はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとまたお知らせが来てるんで、こいつを読んでいきましょう。まあ不具合が発生してるよみたいな。ほんほんほん、まあいいや。でまたラピスを1日100個ずつもらえるんで、このラピスをもらって300。まあまだ引けないっすね。でメンバーチェンジはしたのかな。そっか、右下のこいつ名前わかんないけど、赤間同士ですね。クリルも赤間同士で、今ちょっと赤間同士2人かぶっちゃってるけど、まあちょっと強いんでこのまま入れていきましょう。じゃあワールド、ランゼルト地方ですね。そこからマレーの森、まあ、森があったり砂漠があったり、上は雪が降ってたりで、まあ、ここは豊かなところですね。お、めっちゃ暗いな。しかもなんか毒の沼地みたいな感じだし。うわ、木がいっぱいだよ。ちょっと登ってみてもいい？登れる木なんてあるか？いや、やめておけ。ここはただの森ではない。そこら中からモンスターの気配がする。モンスターの気配は感じるんだ。モンスター？珍しい動物を見かけても絶対に後を追っちゃダメだぞ。ここで迷子になったら大変だからな。これはフラグか？絶対に追うなよ。絶対に追っちゃダメだよ。うん、わかった。ラスベルも迷子にならないように気をつけようね。そりゃこっちのセリフだよ。あのな、おお、ただ暗いね。ライトみたいなのはないのかな。ちょっとね、世界観とかでいろいろ乗り物とかやっぱり現実世界とは違ったりするんでね、まあ、そういうものがあるのかどうかっていうところが、わかんないんですけど、とりあえず消費体力は6、4個あったらちょっとできないっていう感じか。でも23だからね。お、ゴーレムがいる。もし4個あったとしても、やってるうちに1くらい溜まるでしょう。フィーナは下がってろ。怪我をされると面倒だからな。下がらないよ。だって私戦えるもん。バーンって言ってドーンとやってズバッとやっつけちゃうから。頼むから、おとなしくしててくれ。チェ、つまんないの。もうね、なんかね、俺からするとこういうやつは、一回ね、痛い目見た方がね、いいと思うんすよね。ファイラ。で、アンゼルムか、こいつは。ケアルラ覚えて、さらにウォータラとかも覚えてるんで、まあ、やっぱ赤間同士なんで、今のところは万能戦士っすね。あ、全体攻撃があると結構役立つかな。1ターン目で使っておけば、残りの2ターン目、3ターン目で敵のヒットポイントが減ってるんで、まあ、倒しやすいっていう感じっすかね。私たちって強いね。この調子でこの森のモンスターを全部倒しちゃおう。襲ってくる相手に容赦は必要ないもんね。フィーナって結構過激なんだな。てかお前は何にもしてねえだろ。しかもモンスターの生活圏を脅かすとは。モンスターからしてみれば人間が勝手に入ってきて縄張りを荒らしていくっていう感じですからね。完全にこっちが悪役だよ。いい迷惑だよな。この雲だってさ、絶対森にただ住んでただけなのに。51か、あんまり強くはないな。2ターンで倒せるのはでかいっすね。まあ一応レベル上げはちょこちょこやってるんで、また、お、マジックパワーがねえ、使いすぎた。マジかー。ちょっとじゃあ節約して攻撃でいくか。倒せるかな、一旦で。倒せるな。オート解除して、メニューじゃなくて、この画面になっちゃってんな。絶対戻るんだ。なんか戻れん。ま、いっか。
いつの間にか倒してくれたし。金は120か。確かね、この体力5分に1回回復するんですよね。5分に1回というか5分に1。まあ大体20分くらいはかかると思うんで、まあ4つあったとしても大丈夫ですね。ギリギリ。いずれ体力が足りない時が来るのかな。まあ大体この同行者の名前を見てると何が好きなのかっていうのがわかりますよね。まあこの自転車さんは自転車が好きなのかって言われたらちょっとそれはわかんないですけど。なんか今回はかなり個性的な名前の人たちばっかりですね。国を、これ国尾くんが好きなのかな、ちょっとそういう感じっす。結構ね、ワンピースとかのねキャラの名前つけてる人とかいるんですよね。フィーナ、記憶はまだ戻らないのか。思い出さなきゃダメ。私そんなに困ってないよ。いや、俺たちが困るんだよ。お前さ、記憶取り戻したいみたいなこと言ってたじゃねえかよ。私がなんでこんな力を持っているのか、なんであそこにいるのか知りたいのみたいなこと言ってついてきたじゃん。それを今更どうでもいいみたいな。まあ魔法もそんなには食らわない。ああ、マジックパワー吸い取ってんのか。だからか、アンジェルムのマジックパワーが完全ゼロになっちゃったな。まあパワーキャラのマジックパワーが吸い取られるのは全然いいんだけど、魔法キャラのマジックパワー取られるのがちょっと厄介っすね。そういうことか、こいつは。アルラウネが出てきた。あともう攻撃するしかないよな。吸い取るなよ。クルルのサンダラは今貴重なんだから。そうすると3ターンかかるな。よーし、でバトルは3つか。フィーナにはいろいろ聞きたいことがあるのだがな。何でも聞いていいよ。分かることは全部答えるから。フィーナは記憶喪失なんだから分からないことだらけなんじゃないか。あ、そっか。なんか俺ね、こういう性格のね子はあんま好きじゃないんですよね。でバブルシャワーは敵全体なんで、運河応報も使って、まあいいか、回復も使っちゃいましょう。熟練度アップのためにバブルシャワー。いやー、どれが強えんだかさっぱりわかんねえな、やっぱり。ダメージ見ても。何のダメージがいくつ当たってんのか。ダメージが重なりすぎてますからね。なんかもう少しダメージをずらしてくれればね、わかるんですけど、もう全部同じとこにダメージ出ますからね、これ。よし。で次で終わりか、もう一つ続くか。奥地、なんか終わりそうな感じもする名前だけど、誰を連れて行きましょうかね。あー、珍しい、シャントットがいる。シャントット連れてこう。あんまり見ないっすね、シャントット。ドラゴンフォシル、まだ目的地には着かないの。ああ、対抗グランポートはまだ遠い。この森を抜けたら砂漠を越えなくてはならない。どうした？弱音を吐きたくなったのか？やった！まだまだ遠いんだ。いっぱい歩けるんだ。楽しそう。そうか。それならよかった。まあ、確かにね、へたれるよりはいいかもしんないですね。シャントットは完全魔法キャラでしょう。だって。魔法を使ってこう。ファイラだな。燃やそう、この。ドラゴンフォシルとかいうやつを。赤魔道士に至っては魔法と攻撃どっちがいいのかな。
まあとりあえず魔法を使ってこう。半分は減らせられるか。同じパターンでいけば。ボーン。あんま強くないな。リピートでいこう。まあ、ただこれもね、雑魚戦ですから。よしよし。お、またこのパターンか。まあ、マジックパワー吸い取ってくるやつがいないんで。まあ、このままガンガン行きましょう。作戦はガンガン行こうぜ。2ターンで型をつけたいな。あ、なんか耐性持ってんな。レジストって出てたから型つくかつかなかったか。つかなかったな。ちょっと残ったか。ま、あとはみんなでボコせば。で、次ボスだったらそれで終わりっすね。この森のマップは。さあ、いやー、普通の敵だな。ねえ、砂漠ってどんなところ？見渡す限り砂しかない場所だ。へえ、じゃあ砂に潜り放題だね。それはまた斬新な遊び方だな。お前砂漠を舐めてるな。砂漠を舐めてるやつは泣くぞ。ブリザラ、アンゼルムはウオタラ。よし、これでいこう。ってことはもう1マップあるかな。溜まってるかな体力。まあ経過時間がまあ10分くらいは経ってるんで大丈夫でしょう。よし。まあかといってね、2回に分けるのはさすがに面倒っちいんで、動画をまあ1回でまとめていきましょう。おー、回復してるな。体力6ある。でこれで終わりかな。魔獣のねぐら、要は魔獣が寝てるとこでしょ。そこにさ、人間が侵入してってぶっ倒すっていう。考えてみりゃひでえ話だな。この魔獣はこの森でおとなしくしてただけなのに。だってこの魔獣が町に降りてきて人を襲ったっていう報告は聞いてないよ。マッシュ何覚えてんだろう。あー、全体攻撃はないな。必殺技に全体攻撃があるけど、ちょっと使えないっすね。フレンドじゃないんで。ま、普通に攻撃してもらいますか。ま、マッシュも強くなると、真空波。真空波は全体攻撃でしたよね。で、無限頭部が、まあ、敵一体と。一発ぶん殴るのに134か。ラセル200当たるからな。でマッシュ何回攻撃だこれ。3回攻撃か。これちょっと弱そうだから一人一人見てみよう攻撃を。まずロゼリア一発ぶん殴って66。弱っ。ラスウェルは一発殴って、今クリティカルが出た。271だったけど、あー、だいたい150前後か。まあ、レインは2回攻撃ですからね。アンゼルムは73の108。まあまあだな。クルル1回で180で、マッシュは3回か。4回か。で4回目強い。なるほど。ローゼリアがな、弱いな。でもこいつバニッシュに弱そうだな。グール、ちょっとバニッシュを使ってみよう。消えな。111それでも弱えな。まあ、ちょっとボス戦が控えてるんで、リミットは貯めておいたままでいきましょう。倒せねえか、一旦で。そうか、ローゼリアはもう完全に回復役だな。まあ、リミットの回復がすげえ使えるんで。ボス。バトル。
キワイラか。特に何の会話はないんだ。キワイラが出たぞみたいな。ライブラを使って弱点を見よう。あれ、これ上 100% ってことは効かないってことだよね。炎、氷、雷が、100% で、あと全部無効じゃん。毒効かないか。俺の大好きな毒が。じゃあまあ普通にバニッシュ使って、ってことはさ、因果応報とかダメってこと？ちょっと因果応報打ってみよう。氷の剣だよねこれ。あー、ダメだ。いや、完全に通らないじゃん。じゃあ普通に攻撃をするしかないのか。水とかは大丈夫っすよね、確か。ウォータラをかけてみよう。125、あんまり強くないな。バニッシュは124、変わらねえじゃん。マッシュは48 48 80。いや、マッシュ強えわやっぱりマッシュ強え。あ、ブレイズ使ってきた。これ全体でしょう。あれ、おお、結構攻撃してくるな。ラスウェル半分くらい減ったぞ。これはちょっと、大地の息吹を使いたい。ちょっと待って、今何使った俺。大地の息吹で、ローゼリアはもうちょっと取っときましょう。あとは攻撃するか、どうする。爆裂拳、防御虫ダメージ。これは攻撃とあんまり変わらなければ。あ、568、超強え。いいね、マッシュ。マッシュは星4かな、なんとなくだけど。多分主人公キャラとかは星5なんすよね。うお、めっちゃじゃれてる。どんだけじゃれてんだよこいつ。ローゼリア回復させよう。アンゼルはなんだっけ、属性水属性か。大丈夫そうだな。で、マッシュは爆裂拳使おう。で、あとは攻撃あるのみと。よしよしよし。おお、めっちゃ食らうな。まあ眠らないけど、ルナティックボイスの方が強いかな。召喚魔法。まあダメージに期待して、今回はちょっと攻撃に入ろう全員で。マッシュは爆裂拳と。くらえ。爆裂拳ってでも殴る感じじゃないですね。ダダダダダって。うわー、ブレイズやばいな。ロゼリアが一応ちょっとケアルーラで回復させよう。アンゼルムのケアルラは全体回復ですからね。あとはちょっと攻撃をするしかないかな。いくつ回復するの？ケアルラ使ったことないんで。あ、めっちゃ回復する。もうケアルと全然違うな、性能が。でもそうするとロゼリア、なんかいらない感じがすんな。ケアルって多分100ちょっとしか回復しないんですよ。だからまあ200くらいかなと思ってたら、全然回復しますね。これで終わりか。まあすげえ強敵っていう感じではなかったな。また変な気持ち悪い。これ竜の心臓でしたっけ。そろそろ森を抜けそうだ。次はランゼルと、これなんていうの、河口ではないよな。どうしよう、私水着とか持ってないよ。だったら裸で泳ぐしかないな。うん、そうするね。レイン、一緒に泳ごう。お前たちが裸で泳ぎ出したら、俺はグランシェルト城に帰るからな。てかさ、海のことはだって知らなかったんでしょ。海のことは知らないけど、泳ぐっていうことは覚えてんの。どういう記憶なんだこいつは一体。ラピス100 400、次でまた召喚が引けますかね。いやー、こうなってくるとやっぱり主人公キャラ一人欲しいよな。入れたい。あ、今ちょっと星見てなかったけど、星4つだったかな。マッシュはそこそこのキャラは星4とかっすね。まあ、クルルはそこそこのキャラじゃないのかっていうあれっすけど、星3なんで。
はい、というところで森を抜けたので今回はこれで終了して、また次回続きをやっていきたいと思います。